いやパソコン難しいですね。すっごく設備が良くて、この事務所が良すぎて、どうやって使ったらいいかわからないんですよ。いつもアイマンジはスマホ1個で配信してるんで全然簡単なんですけど、入ってますね。ハウリングしてるってでもコメント来てます。そう、ちょっと今佐藤さんが直してます。あ、カオルさんもいますね。ちょっとハウリングがひどいですね。直します。ちょっとちっちゃくなったかも、ハウリングの音が。おつまんじー、どうも。二日酔いは大丈夫ですか？今音直してるんでお待ちください。あ、オリオンさんもいる。オリオンさんも、ね、見たことがある。なんかすっごく今日 GPS の事務所、あ、今一瞬なくなった。今日は いらっしゃいませんよ。ですね、お疲れ様です。ちょっと音悪いよね、まだ。おお、二日酔いですか？そう、今日はいらっしゃらないですね。あ、なんか一瞬ちっちゃくなる。こんばんは、いつもありがとうございます。してない。だって今日はね、練習終わったらもう事務所に来ること分かってたから、あのジムにね今日は行けないわけよ。だからベルト使えないから開けなかったのっていう言い訳。もう。ん？そう、アイスの分隊いました。あの日声が出なくて、私ガラッガラで、ヤコさんと一緒にいた。安定してないよ。しかもハウってるでしょ、そもそも。指差ししてた。え、何してたかもね。来週の分隊、オズさん行きますせ、行きますせ、多分行く予定。オズさんね、普通に見たいよね、分隊。いや、チケット売りとヤコさんのセコンドかな。え、長川さんと一緒にいらっしゃったのかな。
2,3 回いや話せば覚えてると思うんだけどな。うん、だいたい皆さんシェアしてください。みんなシェアしてくれてないでしょ。これわかるんだかな。マークついてないから。10月のシートリング登録券わかんない。10月のことは全然決まってないです。自分の予定次第。あー、はい、わかりますよ。ありがとうございます。今月はですね、多分、いやー、今日明日どうなんだろう。対戦カードが多分花屋敷発表されますよね。で、花屋敷なんか結構どういう予定なんだっけな。私結構ね、あれなんですよ。あー、予定帳花屋敷あって、道場町があって、グロースがあって、板橋かな。今月はあと4回かな。あ、ガンって置いたらあかんやつ。すいません、すいません、うるさいね。まだちょっと羽織ってます。ちょっとね、私だけ、みんな羽織ってますか。なんかボーって聞こえるの私だけ。おー、ノイズ。それはしょうがないんですか。しょうがないそうです。みんなシェアしてね。なんか、あ、結構でも5人くらいシェアしてくれてますね。シーダリングさん、でも10月誰か出るんだったら、誰か出るっていうか、どういう感じなんだろう。どうなんだろうね。行くと思います。なるべく行くようにします。うん、シェアってなんかどっちだろう、どっちかのね、なんかちょっと待ってね。携帯見てみないとわかんない。てかこのマーク可愛くないですか。ムーが乗ってる。そうそう、右の右、ここら辺に、じゃ逆や、こっちや。なんかね、青い丸に鳥のツイッターのマークついてるじゃないですか。そこを押してくれたらシェアできるんですよ。中森さん、そうだよね。鋼さんと中森さんのシェアもね、すごかったですよ。シェア、そうしてくれたら嬉しいです。なんかアイテムをもらえるんですよ、シェアしてもらえると。押すだけじゃなく送信しないと意味がないらしいです。そうなの。ちょっと待って、やってみるわ。お、そうだね、押して OK みたいな感じでできます。私自分で星投げるわ。最近ね、アバターをもらう方法を分かったんですよ。なんか見に行ってね、もらえるんですよね。まあ別にあれですけど、 ありがとうございます。シェアしてくれてる人が増えてきましたね。もう今日何話そっかなって感じ、何も考えてなかった。自分で投げちゃうよ。そう、今日いないんですよ。
悪友さんはいないんです。結構できたかな。できてないかも。まだ表示されてないかもって感じ。すっごく設備が良くて、ごめんなさい、置くとねガンってなるんだよね。すいません。設備が良すぎてね使いこなせないですよ。アイマンジはスマホ1個だから。そう、一応ツイッターマークついてる人は送信してくれたってこと。そうそうそう、ありがとうございます。この4位のあなたの愛にまんじ固めのうさぎ、私だからね。今日なんかありますか？何も考えてなかった。前は一人で配信だって分かってたから、多少ああこの間エコさんとプール行った話しようかなとかいろいろあるんですけど、多分今週のあなたの愛にまんじ固めのスケジュールがキンキンでリリースされると思うんだけど、なんかね花屋敷大会の、あ花屋敷大会じゃないや、北千住大会か、北千住大会の振り返りを多分愛まんじでやるので、別に今やる必要もないのかなと思ったら、何話すことがないっていうね。できたかも、教えて。本当ですか？反映されたらマークがつくのかな、うん、あそうなんだ、野球、平日も野球やってるんですか？すごいね、すっごい焼けましたもんね。私も黒くなった、すっごく。ファンデーションの色が合わなくなってきて、顔がすごい赤く見えちゃうんだよね、最近日焼けして。今までは私すぐシミになるから日焼けするのが嫌で、しっかり日焼け止め塗ってたんですけど、最近はさすぐ外行くじゃん、チラシ配り行こうとかちょっと走ってこようとかで。花屋敷のメイン多分ねそろそろリリースされると思う。プロ野球、あそっか、そうなんだね、忙しいですね。いろいろ、まあ、スポーツ観戦は面白いですよね、見ながらお酒飲んでいい感じで。そう、メイン以外のカードはね、だから多分今日明日中にリリースされると思うんですけど、どうなんだろう。メインがね、中森さんすごいよね、忙しいよね、高根さんとご挨拶して、次花屋敷でしょ、すごいですよ。そうね、4冠になるって言ってましたよ、この間北千住で。北千住大会会場すごい綺麗ですよね。本当だよ、私、まあでもね、ちょっとそれは愛まんじで、本当だよね。まあでもなんか、折れてたらさ、もうあれだから頑張りますよ。私26日初めてっていうか、なんだろう、
自分で直談判して、やる試合というか、確かに、有田姫香選手も私が戦いたいって言ってたけど、だから直談判してっていうかね、なんて言うんだろう、戦ってみたいなみたいな感じだったんですけど、戦わせてくださいっていう試合がね、マリさん初めてで、なんか、マジでプレッシャーですよね。自分が戦いたいって言って、まあ、20固めで前回ね負けてしまって、自分が戦いたいって言って再戦なので、なんか見る人もなんかね、がっかりしてほしくないしと考えたら、やっぱり緊張し、音切れた、大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、そうですよ、出るつもりで頑張ります。いや本当に、でもなんかね、もう自分が今持ってるできることを本当磨いて、違うよ、だからさっき自分のアカウントで星投げたのが残ってるだけよ、自分の携帯の。これは GPS のアカウントだから、さっき開いてさ、自分で自分の配信に星投げただけですよ。音の高低差が激しい、そうだからあの性能が良すぎるんだよ、いっぱい光とかもあるからね、ここのスタジオすごい、光もあるしマイクもあるしカメラも50カットしてないよ、前回失敗したでしょしてませんよ。そうですね、見ましたよ、メインのタイトルマッチ、後楽園ホールシードリングさんの、50カウントね、失敗するからやらない。なんかでも GPS グロースの26日のことは、私のやつの音が悪いんですか、さっき普通に切れました、なんか声がかなり切れてます、自分の声も切れてましたよさっき、なんか音響いてるよね、なんだろう、性能が良すぎるんだよ、こないだでしょ、おーっていうやつがね、なっちゃってる、そう、声も響いてるし、便利は不便なんですよ。でもその代わりなんか、なんかその代わり豊洲から S トレインで直通で帰るのか、いやーカードがね、GPS だからできるようなカードだから、なんか普通にミニ、なんか見に来てほしいですよ、楽しいと思う、私も見に行きたい、自分試合じゃなかったら、田尻さんとか中村さんとか、メインがスターダムの小波選手と田中美奈選手と組んで、田口さんと
田尻さんからね。あー、うん、あー出してください。 GPS のね、対戦カードを出してくれるって。うん、いやなんかね、10月8日、高島平でしょ。まだカードがさ出てないからさ、なんとも言えないじゃん。お、出ました、出ました、ミスター X だからあれなんだけど、普通に今対戦カード流れてると思うんですけど、豪華ですよ。なんか別にすっごい宣伝する必要もないんじゃないかなって感じ。豪華なんで、別にもう来てくださいお願いしますって、来てくださいお願いしますって感じだけど、そんなこと言わなくても別に見る価値あると思うんで、いや、わかんない、発表されるの、むしろわかんない。豪華じゃない、カードだから、すごい見に来たいなって思った人が見に来たらいいと思う。私は見に行きたいですよね。うん。でも自分試合だからね。しかも大事な。自分で直談判した試合だから。そうだと思う、多分ね。うん。すごくないですか？だから、GPS みたいに、所属選手が、まあ今私だけになっちゃうけど、だからいろんなところからこういろんなカードが組まれるわけじゃないですか。だからなんか特別感あるというか、そこでしか見れないような試合もあるんで面白いと思いますよ。だけどさ、なんか団体が大きくない分拡散力がそんなにないじゃないですか。だからもったいないなと思う。面白いと思いますよ。10月は高島平ですよね。カードはまだあれだからわかんないけど、どうなんだろうね。高島平ですよね。調べるわ。そうですよ。だから、何それ、全然知らない。何それ、10月のこと書いてない。あ、お、10月対戦カード発表されてたわ。されてないと思って言わなかったけど、そう、私堀修さんと組んで、隣さん、桃太郎さんと戦いますけどね。ここもカード面白そうだけど、別に全然新規版も面白そうだし、だからカードが予想できないから面白いですよね。こういう所属選手がない興行。10月88日8って言うとちょっとアホっぽいよね。8日です。このタッグマッチもね、気になりますよね。面白いよ絶対。高島平だからなんかね、近いんだよ。なんか高島平区、わかんない、高島平は区じゃない、高島平がのなんか図書館の向かい、なんか多分私1回か2回しか行ったことない。あ、違うよ、初めてビアジェ、そう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 、
10月8日に堀城さんと私組むよ。そう、そのカードもいいと思うんだけども、新木場もすごいからね。別にどのカードもすごいですよ。 GPS は面白い。なんか、ここじゃなきゃ見れないような戦いがあるからね、面白いと思いますよ。高島奈良ね、私初めてプロレス始めるか始めないかみたいな時に見に行った一発目が多分ヒーロー高島平なんですよ。でプロレス GPS そのアクトさんのご縁でこういうことやってるから見に来ないみたいな感じで見に行って、なんとなく撤収手伝ったのが初めてなのが高島平で、2月10日に和樹さんとエキシビジョンしてるんだよね。初会場ではないんだよ新木場。西高島平のトラックターミナル以外何もない。へえ、私高島平で降りたのそのヒーローの興行でしかないから全然わかんない。図書館の向かいだったイメージしかない。でしかも2月10日はもう車で行ってるから、ビアジェイカーで、だから近くに何あるとか分かんないな。新木場もさ、でも何もないよね。ファーストリングはあるけど、もっと何かあったら、なんかコンビニも潰れちゃったしね。そうなんですよ。ぜひなんか気になるカードとかありました？あ、でも私ボリシュさんの組の初めて26、あ、ありがとうございます。待ってます。ボリシュさんと組むとかねないから、去年の12月にグロースの新木場で12月28日ね、でボリシュさんとエキシビジョンをして、だから GPS の興行でボリシューさんと絡むのはその高島平が2回目デビューしてからは初ですね。ピアジェのリングでもボリシューさんと組んだことないし、はい、お疲れ、お疲れ様です。これ音聞こえないですよね。何が星島さんは音聞こえないよ。これ外しませんか？外しても大丈夫なら。え、別に何が流れてるの？え、自分の声が聞こえます。自分の声聞こえる？自分の声と音が聞こえます。どれ？だけどなんか多分時間差あるから、なんか変な、何？ちょっとボーってなっちゃってるんですよ。なんかやかましい音が聞こえてるよ。あ、そう、じゃなくて組むのがってこと。ピアジェでは戦ったことはあるんですけど、組むとか、だから GPS の興行では堀柊さんと絡むのがデビューしてから初なんですよね。そうだね、高島平が、そうそうそう、5月でやって、もちろんですよ、自分が戦いたいってところ覚えてますよ。何の話してるの？何の話？興行の話です。興行の話、はい、宣伝して、はい、知ってたか。いや、なんか26日に行こうか、でも高島平、森下さん、森下さんと待ってる人がいるんですけど、なんかでも個人的にカードがやっぱり豪華だから、別に迷う必要ないのかなね、思いません？両方見に来ていただければ、はい、それはもちろんですけど、はい、カード見たらもう答えは決まってるんじゃないかな。本名非公開やったり、そうですよそうですよっていうか、もうなんか、あ、言おうか、いやいや、言わなくていいです言わなくていいですけど、シェアしました。誰が？誰が？何もしないの？私が、あ、まんじゅう名刺ができましたよ。できました。見えない、見えない、まんじゅう名刺、ね、名刺大事ですよね。名刺どういう紹介ですか、ね、名刺を売るって。あ、仕事になっちゃったんですか？マジですか？でもね、平日だ、でも夜ですよ。あの、ほら、そういうのはね、ダメだよ。もう私、マリマンジなんで、マンジは
名前で、わかんないけど、そうそうそう、どうこうって誰ですか、ん、何ですか、何でもないです。誰ですかね、誰ですかね、本名伊集院、公開公開。そうでしたっけ、できっと。どうすればいいの、これ横ちゃんから名前ですよ、じゃあ私が、うん、皆さんはこれは分かってることなの、そうです、そうです、本当ですか、マジですか、全然、これ出して、ここか、そうです、そうです、ね、ここですね、この見えないでしょ、ツイッターマークやると、で、これツイートすればいいの、そうです、そうです、ツイートしました、はい、みんなツイートボーナスゲット、星が投げれて、そうするとアバターもらえるんですよ、最近私も最近知ってたでやってんだけど、あんまりね、たまらないわけよ、どうやったらもらうのか、自分で投げてみたい、はい、投げました。ゆこちゃんが、ゆこちゃんがじゃないですよ、ちゃんと真面目に作りました、何を、名刺を、ああ、名刺は真面目に作りました、はい、あのちゃんとね、あの外部デザイナーに、ね、注文して、ね、今日の日にね、はい、はい、今日もらいました、本当、この1時間ぐらい前、はい、もう一度もらいまして、はい、勉強してください、はい、はい、ちゃんと、GPS のロゴも入ってる、ピアジオのロゴも入ってて、ダブルショックっていうことが立ってるので、はい、うん、ここでなぜか名刺の説明がするのが謎なんですけど、謎だね、はい、何の話だと思った、あ、工業の話だよ、そうです、そうです、そう、まずはね、まず何はともあれ26日でしょ、はい、うん、なんか別にだから迷わなくても対戦カードを見て決めてもらったらすぐ決まると思います、ね、うん、だからもうすぐなんか大体でもね、ちょっとね、あの26日のグロース4に関してはもう自分でどうしてもこれやりたいんだって言って、はい、あの組んだっていうか組まされたカードなんだからさ、はい、ここはなんかちょっとしたあの結果をね、はい、見てほしいところだよね。で、あれだよ、なんか別にあのツイッターとかではまだ何も全然言ってないのかもしれないけど、あの一応なんだろう、いつか月曜日か、はい、おとといかな、マリー選手がアウトですよね、はい、新宿で働いてるじゃん、はいはい、うん、ご本人さんのね、あのツイッター、うん、はい、見ればわかるけど、まあまあ、あの私の友達の店で働いてるんですよ、はい、でも近場に行ったんでブラって行ったらね、なんか5分もいらないとか言ってたよ。ああ、そうですか、うん、長くて4分とか。どうですか、いくらなんでもね、5分はないですよ。何をおっしゃってるんですかね。5分持つから。本当ですか、うん、そんな言うんだったら本気でやるけど、はい、本気でやったらそんなまだデビューして半年も経ってないような子なんか別にそんな時間かかんないですよって言って酒飲みながら。なるほど、うん、どうですか。はあ、わかりました。いやいや、5分とかありえないでしょ。何を言っているんですか。いくらなんでも、うん、しかもね、うん、花屋敷、うん、何月でしたあれ、 2,3 ヶ月前ですよね、結構経ってますよね、もう6月の前で何か20何日かだよね、ですよね、6,3 ヶ月後だよちょうど。その後私後楽園ももちろん経験してますし、うん、まだね結果を出してないんですけれども、まあ、でも後楽園の試合良かったよ。本当ですか、うん、だから、いや、5分はないやろ。いや、本当ですよね。っていうかね、かかったらかかんないの前に次は勝ちますよ、私ちゃんと西村さんの手締めしてくれる人がいる。本当だ、いつでもいいですよ、うん、じゃあ、逆に5分で取っちゃえばいい。そうですよね、まあ、3つ取るのか、ギブ取るのか分かんないけど、いや、まんじ固めでギブアップが理想ですよ。まんじ固めでいきたい、うん、まんじ固めで負けてるんでね、前回、うん、まんじ固めで、はい、勝ちたいですね。いやでもさ、こんなその、格闘技じゃないので、
秒殺になっても困るんですよ。ちゃんといいところをね、お客様に見ていただかなくちゃいけないので、はい、で5分とかいうのはほらあのエキシビションの時5分だったでしょ、うんうん、5分あれは試合じゃないから5分にしただけの話で、普通の試合で5分1本勝負とかありえないから間違いないし、うん、でもいやわかった。じゃあさ勝つつもりでいるんで、別に5分とか5分じゃないとか、なんか5分で決めるつもりでいるなら、もうそれでそうやって舐めてかかってったらいいんじゃないかなって感じですけど、ね、びっくりした配信中、配信中、うわ配信中音消せやって話してるあのね、終わらせるなっていうのもおかしな話だけど、そしたらね、間取ってさ10分に集中して、じゃあギブアップ取りない、はい、うん、10分で、そんな10分以内にやってみないということですね。そうです、うん、はい、10分一本しよう。まあ、俺の感覚だと10分1本勝負多分忙しい気がするんだけどね、うん、まあまあでも急ですね、なかなか、うん、5分いらないって言ってるんだから、ほらまずは10分耐えられるか、何負けると思ってんの10分耐えられるかどうかって言われてるやんか。何言ってるんですか。おう、じゃあちょっと10分耐えるだけじゃなくて10分に勝ってみよう。みんな負けると思うまあそれはね、自分がやってきたことなんだろうなと思う。まあでもまだ一度も勝ってないからね。そうですね、タッグマッチで相方が勝ったぐらいだよね。はい、うん、そうですね、そうなんです。分かった。でね、なんかね15分で発表しちゃってるような気もするけど、ちょっとうろ覚えなんだけどさ、まあいいや、10分1本勝負で、うん、でそうだな、でもそういう話出てるぐらいだから、5分以内に負けたら、はい、ギャラなしな。いいですよ、わかりました。大丈夫、わかりました、もちろん。その代わりじゃあ私負けるつもり一切だから、負けたらとかなんか耐えられればとか言ってますけど、これすごいよね。もうマジ分かってない本当に耐えられるかどうかって言われてるよマジで。まあその代わり、まあ、当日でも何でもいいからちょっと言うけど、5分以内逆に自分が勝って向こうが負けたら向こうギャラ味、あ、それここで勝手に決めていいんですか。主催者だし。じゃあ出ないって言われたらどうするんですか。せっかく私がこんなに、だから当日よ。まあでもね、そんなに強気で言ってきてんだったらいいんじゃないですか。うん、5分以内でどっちかが勝った場合は、勝った方がギャラ総取りにしよう。おお、わかりました。うん、うん、なんかそういうカード他にもなんか、あれ違うんですよ、別に。あ、そうでしたっけ。うん、ギャラはどうとか違ったっけ。あ、うん、あったですよ、メインだ、メインですよね。メインもコナミにもしもカゲちゃんが負けたら、もしもコナミに負けるようなことがあったらギャラいらないって言ってた。でもカゲちゃんのギャラもコナミが総取り。おー、で逆にカゲちゃんが勝ったら、あ、コナミのギャラはカゲちゃんに。おー、うん、なるほど。これってあーまあまあ、まあ、タッグがってことですか。今のところこの女の子たちだけ。あ、なるほど。まあでも当日行ってもいいよ、またチームで。やだやだ、そんな掛け金高いよこれ。いやいや、そんなの分かってますよ、だってねえ、ねえ、そんな掛け金ブラボーの気なくなっちゃうこれ。そうですよ、やっぱり、うん、うん、私まだまだ丸め込みのスピード足りないって全然言われるもん。
習しますけど、はい、今転がり方が若干いびつな時があるよね。ゴトンゴトンって断るよね。必死なんですよ。はい、それは分かってますけどね。必死なんですよ。うん、かっこよくね、まあ、でも丸め込みだからって言って、あの丸め込みがなんかこう技じゃないようなことを言う人もたまにいるけど、あれだって立派な技だし、でまたあの他の技の同様に、あのその時の場面によっては危険なこともあるので、ゴタンって書いてあるね、そうそうそう、首やっちゃうとかね、いうこと丸め込みの十分にあり得るんで、もうそういうのもそういう丸め込みも含めてプロレスで安全な技はないので、そうですね、うん、何をやるときも気をつけてください。はい、うん、うん、まあ、私やってる方じゃないけどずっと見ててね、やっぱ思うよね。うん、あー言ってたよ、昨日だったと。あ、ツイートで見たのかな。負けたら2万円もらえるの。いやいやいや、まなみさん、あのオリオさんはまなみさん2万円もらえるんだったら負けた方がいいんだよ。あ、そういうこと言っちゃいけないの。そういうこと言っちゃいけないの。あ、そうか。はい、ね、そしてまあ26日、マリ戦、はい、頑張ってもらって、その12日後かな、10月8日、10月8日がなんかさっきもちょっと話してたっぽいけど、はい、これはね、うちの身内の中にご医者さんが入るような、あ、そうなりますね、そういう感じだね。ご医者さんとマンジの、まあ、言ってみれば、指定タッグ、はい、うん、自分の先生と組むわけで、はい、でもう一つコナミ桃太郎タッグ、はい、まあ、同じ会社って言っちゃなんだけどね、まあ、先輩後輩、うん、はい、まあそうだけど、まあ元々ね、GPS で、はい、多分やってたコナミで、はい、はい、広島県生まれの GPS 育ちでございますね、はい、もう自分で考えたここのフレーズはむちゃ気に入ってますよ、ね。うん、まあまあ、GPS の色がむちゃくちゃ濃い、ね、あのカードになってます、はい、で、ボジューさんとコラミっていうのはもう何回もやってて、タッグでもやってる、スリーウェイでもやってる、シングルでもやってる、何回も挑戦して、ヒーロー15の時にはタックでコナミが負けて、もう締めも言えないぐらいちょっと号泣しちゃってね、悔しくて、もうボイシアさんとやって負けて悔しくて号泣する、3年生ぐらいっていうのもね、あんまりいないかもしれないけど気が強いんだよな。いや、それもあるし、私、ボイシアさんとシングルした時に、うん、大泣きしてますよ、リングで。もう本当に歯が立たないの分かってたって言ったらおかしいですけれども、うん、いやーもうすげえなと思って、うん、はい、そう、ボジョさんすごい、本当すごい方とシングルできてる感じ、うん、まあ、そこでね、毎日教えていただいてもらってるっていうのもまたすごいよね、はい、うん、いろんな団体の方たちに、そうですよね、私は3戦目、1戦目が、うん、1戦目がヤコさんで、2戦目で道場マッチのレオンさんで、うん、3試合目で松本ひろ選手とね、やらせていただいてて、うん、松本ひろ選手あれも痛かったの、はい、痛いって言えばね、その10月8日のカードでボリシャルマンジ、この辺桃太郎、桃太郎と試合やったことないよね、はい、これはね、一回経験した方がいいよ、うん、桃太郎、はい、あれの蹴りすごいからね。うん、いや、練習にいらっしゃってるので分かります。うん、あの全然かっこよくないんだけど、うん、そんなフォーム効かねえだろうって見えちゃうけど、重いらしいですよ、むちゃくちゃ痛いよ。とんでもなく痛いからね、それ気をつけた方がいいよ、はい、うん、そうですね、
なんでそんな決めつけ分かんないじゃん。何がタッグは最初で最後ですかとか言って。生分かんないです。いや違う、堀ちゃんさんと私が組むのか。ああ、それは分からんな。分かんないです。それは分からん。だって4月って言ったらまだ結構あるもんね。はい。9、10、11、12、1、2、3、いや8ヶ月もあるもんね。分かんないです。そんな彼女はね、結構ね、あれですよ。私もツイッターリリース見て知る時もありますからね。全然気持ちいい。あ、ツイッターに知ることあるんだ。あります、あります。あ、なんか、あ、次どうしようも違うのかな。あ、じゃあうちもそれでいいじゃん。おかしい。あのカード発表相談しないでツイッターで発表。泣くよ。いやでもそんな、いやもういあの、ね、多分毎週仕上げるからね、追いついてない。あ、見てて伝わることあります？桃太郎の蹴り。ひどいですよ。痛さが本当に。三上真由、三上ちょっと今ね、あの足怪我し、あの怪我しちゃっててね。なんでなんだろう、なんでそこ不思議ですね。不思議ってわけでもないですけど。ミックスドって大丈夫なの？何がですか？いや別に私は別に、なんでも。私とボジュレさんがいいよって言えばいいわけだ。はい。オッケー、何かで考えておこう。何でも、何でもやってみたいです。ヒーロー一度。お、ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうね、本当フォーム良くないんだけどね。あれフォームかっこよくなったら相当な。いや私たまに持つんですけど、ミット、うん、いや私買いますよ。すげえよあれ。うん、うん、あとね、そのまあそうなのよ、いろんな意見ありますよね。うちの会社は基本的にミックスドアやってないんですよ。GPS はできても3年目だけど、ミックスは2回目だもん。で基本的に男は男、女は女、男子試合、女子試合、男子試合、女子試合というのを作っていくのが普通のやり方で、まあでも何かしらのテーマがあったりとか、はい、その今度の場合は好みがどうしても田尻さんもやりたいっていうから、うん、1回でもシングルありえないだろう、はい、いうことで、じゃあ師匠のみのるさんと組んで、でもう一人タケジさんに誰かね、あのパートナー系でもらえばいいんじゃないのって話からこうなったんで、そういう流れがない限りは私はミックスとは基本的にやんないです。でもなんかこの間の話でも言ったんですけれども、なんかその例えばだけど、なんか格闘技とか、うん、ボクシングとか、うん、何キロで体重も合わせて、うん、でもボクシングだったら手、うん、足とか、そのどのタイミングでとかっていうのではいろんな可能性があると思うんですけど、プロレスってまあ基本的にレフェリーの人がいいって言ってるじゃ何でもありみたいな、でいろんな可能性があるのがプロレスだと思うので、だからあのミックスマッチとかもできるんだなと思うから、なんかそのプロレスの楽しさが一つでもあるのかなって思うんですね。確かに、まあ、私は中にはね、その、うん、男子か女子団体のベルトを取っちゃうこともねえ、あれにはさすがですよね、はい、逆もさん最近は逆もあるよね、女子が男子のベルトを取ることもあるしね。あ、その里村さん、そうすごいですよね、うん、びっくりした。さすがですよ。本当男だったね。普通にえとか言って。見てないから大丈夫。普通に。いやなんかそうですよ。だからね、いろんな可能性があるのが、そうね、なんかプロレスなのかなと思って。だからなんかプロレスになれた今な、うん、なんか経験はしてみたいですけどね。うん、でもその経験してもらえるように。ちゃんと自分も技術を磨かなきゃいけないなと思うし、練習もしていろんなことに挑戦していきたいなと思いますけど、ありがたいことにダブル所属なんでね、ピアノの先生が田中みのるさんも教えてくださったりとかしてるんでね、はい、いろんなあれがあるのかなと思います。はい、で、まあ、10月4日がまあそういう試合で、その次が12月の19日も出るけど、はい、グロース5の新規はですね、これはまだ全然何も、はい、うん、まだこれから考えます。はい、あと2月23日も、ちょっとボジュさんと打ち合わせしてこれからだけど、2月23日は2月、うん、2月23日の土曜日なんだけど、新規場でヒーローやる。へー、新規場でヒーローやるってなかなかないことで、はい、うん、なんでかっていうと、あ、ともりゅう10周年なの。
10年おめでとうございます。おめでとうございます。すごいですね。10年で、しかもヒーローの開催回数は20。おお、うん、じゃあ記念の大会になります。うん、ヒーローができて、まあ、ヒーローができてから8年かおお、そうなんですね。まあでもそれで、あの友龍の10周年と、まあ、区切りの20回目本興行ということで、ちょっとまあいつものグリーンホールとか高島平じゃなくて、ヒーローにしてはちょっとキャパが大きいんだけど、新宿でお祭り的にやろうかな。いいですね。なんか記念っぽい興行になったらいいですね。どっかーいっていうね、どっかーんっていうね。はい、うん、そうなんですね。だからそれも、必ず出てもらいたいと思ってる。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、何時でぼちぼちですか。はい、そうですね、うん、なんか上がります。あ、次のスケジュールがね。はい、意外とね、忙しいんですよ。うん、はい、なんだかんだ忙しいよね。なんかね、そうですね、なんかね、あんまり来ないもんないやでも毎日亀有にいますよ。うん、毎日亀有にいます。まあ、たまに寄りなさい。はい、うん、で別に定期配信じゃなくてもさ、はい、なんか喋ろうと思ったらいい、あの、いつも喋っていいからさ。はい、うん、ね、佐藤さん多分音が遅れてるからこのタイムラグ、こんな近距離に聞きながらこのタイムラグがすごい、うん、よし、はい、じゃあ頑張って次の、はい、行ってきます。営業よろしく、はい、お願いします。それでは、じゃあ皆さんに楽しんで、皆さんにご挨拶して。はい、あっちだよ。あれ、カメラ向こうだ。あっ、今さら初のカメラ目線。あれだよ、あれ。はい、すいません、これだと思ってました、ずっと。ちゃうねん、あれありがとうございました。ですね、ちょっと自分の宣伝してもいいですか。いいよ。多分リリースがまだなんですけれども、今週もアイマンジの生配信があります。多分でリリースされます。それで、来週の水曜日花屋敷大会あります。うん、で日曜日道場マッチがありまして、その次の日曜日は板橋グリーンホールです。え、連戦なかったっけ、王子板橋。ん、あ、それは来月、わかんないです。ありましたっけ。ちょっと私予定調子なんで見ないと。ああ、そう、はい、まあそんな感じで、まあ、今月チェックしてください。はい、今月はまだ花屋敷、花屋敷、違う、その間に、新木場があるんですね。え、うちのな、はい、花屋敷新木場、え、まあ、いや、まあちょっとそれは後ほどよろしくお願いします。ここから出てる、マイク全部拾って。何が、かかれてるの。あ、そう、これどうすればいいんじゃん。ミュートにしてください。あ、そう、これどうする。今どうですか。今か、それも大丈夫。なんかおかしいな、ずっとこっちでいじってね。今どうですかね、もうね、初めて1時間経ってからね、いろんなことに気がついてるよね。なんか、うん、あのね、できすぎてんですよ、事務所がいろいろで、便利すぎて、便利は不便って言葉がありますからね。じゃあ、すいません、失礼しますはい、お疲れさん。お疲れ様です。ちょっと荷物まとめて帰る。うん、はいよ。そういうわけでですね、